皆さんこんにちは。クラリネットの板倉康明です。私は東京芸術大学を卒業して、それでパリ国立音楽院で勉強しました。で、現在ソリストとして活動しています。それでバンドレンのリードは3種類あります。昔からあるトラディショナルと言われている青箱、それから皆さんこう銀箱って言ってると思います、 V10、 それから最近出たビッグ56、この3種類が主なものとしてあります。この青箱は本当に昔からあって、私も子供の時からずっと使っています。それで皆さんにちょっとここで実験をしてみたいと思うんですけれども、よくこうリードの中で1枚しかいいのがないとか、そういうことをこう聞きますけれども、本当にそうなんでしょうか。今じゃあこの全く新しい、まあ、箱が開けてあって、ここに入っているこのリードをちょっと出してみましょう。まずこう2枚、3枚ぐらい出した方が分かると思います。2枚目で3枚目ですね。これは本当に今開けたばっかし。この最近のこうフローパックっていうのは、ミライトランスの工場でこう詰めますから、まあなかなか分かんないんですけれども、そのまんまのこう空気が入ってますね。さあこれで3枚出しました。まず1枚目、私もこのリードから大丈夫です。もちろん。次3枚。全く問題なく吹けます。というように、こうリードで使えるのが少ないとか、そういうふうにこうお感じになるのは、それはまあちょっと考えすぎの感じで、そのリードそれぞれ個性が違いますから、そのリードの個性に自分も合わせながら吹いていくと、結果的に今いきなり出した3枚でも全く使えるリードになりますから、そのように考えてこうリードを選びましょう。あまりリードにこだわりすぎると結局本番でこううまく吹けないという、そういうことが起きてしまうので、こう柔軟性を持って考えた方がいいと思います。というのがリードのお話で、それで次にしなきゃいけないのは、こう普通の私なんかが使っている B45 っていうのは、もともとこう青箱とか、まあ、銀箱、まあ、全てのリードがいけるようにという、そういう設計でこうって作ってありますけれども、この V12 っていうリードがあります。 V12 というリードは、元々の設計が B40 系のマウスピースに合うように作られています。B40 のライヤーでも B40 でも、じゃあ B40 につけてみましょう。 V12 の方がちょっと青箱よりカットが違う分軽い感じがします。それで軽い感じのリードで、最初に申し上げたように同じような響きが出る。ですから B40 をお吹きになっている方は、こう V シリーズがおすすめです。それで最後にこうルピック56、これはどちらのマウスピースでもいけます。今 B40 つけています。こういう感じですね。それで次、私の B45 をつけています。私のこのようにこうたくさんの種類のマウスピースがあるので、非常にこう奏者のこう好みに応じて選ぶことができる、これがバンドの特徴です。やっぱり種類が多いということは、人間それぞれ顔が違うように、全部アンプ車が違いますから、それだけ選択の幅が広がる。それと同時にバンドレンの持っている品質音質、その大事なところは絶対に変わっていませんから、そこがいいところでしょうね。これが56、ルピック56ですね。
この、3種類の色をこう場面に応じて吹き分けていくのが私たちクライアントプレイヤーの、やっていけることだと思います。以上でリードの説明を終わります。バンドレの製品はマウスピース、リガチャ、リードといって、その3種類クライアント含めに一番必要なものについてものすごく幅の広い選択肢を提供してくれています。それで先ほども言いましたように、それの全てがバンドレの独特の昔からこう伝統的に保たれている音質を持っています。これが一番大事なところです。